夢の超特急が還暦を迎えました。東海道新幹線は今日、開業から60年を迎え、東京駅で記念式典が開催されました。東海道新幹線は1964年10月1日に東京新大阪間で開業し、これまでにおよそ70億人が利用しています。在来線で6時間半かかった2大都市間を4時間で結び、夢の超特急と呼ばれました。今日から始まります未来に向けて、一層皆様に愛される東海道新幹線を作っていくべく努力を続けてまいります。